ょう。こんにちは、アバッバイクストア須崎です。本日も、スベクラックの、ハンドメイドバイシクルをご紹介します。カスタムペイントで、これはガンダムですか、ガンダムの、シャーザクの色に塗ってくださいという、ご要命でしたので、カスタムペイントをスランプが塗りました。で、年代によってもなんかこうシリーズによってもシャーザクの色って違うみたいで、で、まあ、なんかこうその中でイメージの近いものをピックアップしてお塗りしました。かっこいいですね。なんかこうただガンダムっていう風な感じにしないで、ブレーキキャリパーとかこういう風なところで少し面積がそこまで大きくないところで、普段あんまり色味を、皆さんがあんまりこだわらないところを少しこだわって、お塗りしました。で、これはスプラッターペイントって言って飛び散らせる形でペイントをしています。コンポーネントはいろいろシマノを中心に使っていまして、油圧の紐で、デュラエスを使っています。ハンドルは、1/S ですねのカーボンです。でクランクはアルテグラの、8000シリーズの5034、それと、アルテグラのショートゲージ使ってます。11のニッパチだったと思います。でホイールはいつも通りウィキッドのを、ウィキッドウィールワークスの、センターロックのタイプで、タイヤは冒険の 36C を使いました。このバイクは、エクイリブリウムと、スベックラックの、コラボレーションバイクで、モデル名をマトマンというふうな形でお作りしています。油圧ブレーキなんですけれども、紐引きになっているので、シフティングワイヤーの調子の悪さとかがもし出た時にはパッとこう交換できるようなそんな仕様でお送りしています。バーテープは、ブルックスの、これはボルドーみたいな色を使ってます。ただこれはかなり変色が激しい方のブルックスのバーテープなので、汗が染み込んだり、使って馴染んでいくうちにどちらかというとこう艶が出てきて茶色っぽくなってくることを狙ってこの色を選択しました。とても、まとまりが出てかっこよくなったと思っております。こういったハンドメイドの自転車に関していろいろと、かなりの頻度で上げていっていますが、だいたい3ヶ月ぐらいを、頂戴してお組みしております。パーツによってですけれども油圧ブレーキのディスクで、お組みしていくと、やっぱりまあどんなに、価格帯をリーズナブルに持っていったとしても60万円からっていう風な形にはなりますが、ハンドメイドのバイクっていうのはすごくこう最初からピタッと、はまって、乗りやすさみたいなものを持っているのと完成車にはない魅力がありますので、皆さんにお勧めしたいと思います。まあ、お安いものではないのですぐパッとは買えないとは思いますけれども、ご相談いただければ少しずつ3ヶ月の間で、お金を少しずつ積み立てていってあげて、で購入していただけるような形で、お組みしていっておりますので、ぜひ、アバッバイクストアの方でご相談ください。本日もありがとうございました。